Wikipedia writes about Nazca Line Pictures as follows. The designs are shallow lines made in the ground by removing the reddish pebbles and uncovering the whitish ground beneath. The largest figures are up to 370 meters in length. Scholars differ in interpreting the purpose of the designs, but in general, they ascribe religious significance to them. Religious significance? My Hiroshihayashi's Nazca theory is quite different from those of scholars, and it's my pleasure here in this video to explain about my Nazca theory, first dated on February 16, 2013, together with the theory how these line pictures were created in the Nazca Plateau. Wikipedia 百科事典にはこうあります。ナスカの地上絵は宗教的な目的のために描かれたものであると。宗教的な目的。本当にそうでしょうか？私、林博士のナスカ理論はこうした従来の説とは全く異なるものです。それを説明する前に、ナスカの地上絵がスプレー方式で描かれた絵であることをこの動画の中で最初に説明します。またそれがなぜナスカの地上絵がどれも一筆書きであるかという理由にもなっています。なお、私はこのナスカ理論を2013年の2月16日動画ナンバー197で発表しています。どうかご留意ください。広し林市、浜松シティ、ジャパン。皆さんをナスカ高原へ案内します。ペルーのナスカ高原です。このナスカ高原には無数の地上絵が描かれています。これらがその絵ということになります。例えばここにはコンドルと呼ばれている地上絵があります。で、この線はどのようにして描かれたかということについて、私、林博士は圧搾空気あるいはスプレーのようなものを使って上から吹きつけて、そして周囲の小石を溶かして描いたものだと判断しています。その説明はこれからします。で、このナスカの地上絵の特徴はですね、ほとんどどれもが一本の直線、すなわち一筆書きで描かれているという点です。注意深くご覧ください。ここに雲が描かれています。このようにですね、どの地上絵も一本の線で書かれているということですね。なぜ書くも一本の線にこだわったかということですね。それについてここで考えてみたいと思いますが、それには、ちゃんとした理由がありました。念のためにですね、例えばここで、雲の絵を、雲と言われてますけども、雲の絵を例に挙げて、一筆書きであることを皆さんに確認していただきたいと思います。入り口があって、そしてその線がですね、ずっとつながって、一筆書きで書かれているという点です。これがナスカの地上絵の特徴ということになります。なぜ一筆書きなのか。この一筆書きにですね、私の説を当てはめてみると、皆さんにも理解していただけるものと思います。
で、皆さんを次に USA のブライス・インタグリオスに案内します。ここにも奇妙な地上絵が描かれています。私、林博士は道路標識と判断しています。ここにブライス・インタグリオスの地上絵があります。で、この地上絵とナスカの地上絵をですね、比較してみるとですね、区別がつかないという点で、まあ同じということになります。これがブライス・インタグリオスです。まあかなり荒れてはいるんですけどもね、それでも同じように作られているのがわかります。白っぽい岩盤の上に小石を巻き、そして上からまあ浅く空気、もしくはスプレーのようなもので吹きかけて小石を溶かして絵を描いたということですね。ですから輪郭が例えば棒で描いたようにはっきりはしていません。そしてその輪郭のところに小石が色濃く、より色濃く集まっています。この方式はナスカ方式と同じなんですね。比較しています。これがブライス・インタグリオスの、ラインです。そして、ナスカの地上絵のラインです。で、今言いましたように、中央をですね、浅く空気、もしくはスプレーのようなものを吹きかけて、小石を飛ばして描かれたものだということはですね、この輪郭のところに、まあ、比較的大きな石が集まっているところからが証明できます。そして、同じように輪郭がぼやけています。つまり、このようにですね、ブライス・インタグリオス、そしてナスカは、同じようにして、と言いますか、考えるべきだと私は考えています。で、まあ、同じ方式で描かれているということですね。いわゆるまあ、なんて言いますか、クワのようなものを使って描いたものではないということです。で、私の理論ですけども、まず白い大地を選べます。そしてその上にまんべんなく、まあ、小石を巻くわけですね。ざーっと。この均等に巻かれているからこそ、ナスカの地上絵があるということです。まあ、ともかくもこのような形に、まあ、小石を巻いて、そして上から浅く空気、もしくはスプレーのようなもので、ブーッと吹きつけていきます。あるいはもう少し細長い管でほぼ地上まで下ろして、そこから浅く空気を出していたかもしれません。ブーッとこうして吹きつけていくわけですね。まあ地上スレスレであればあるほど、まあ細い線ができるということになるわけです。まあこうして浅く空気を吹きかけて、まあこのようなラインができたということです。by 林博士説です。で、このようにして、ナスカのラインはできた、ということになるわけですね。いかがですか？それともあなたは、何千人ものインカ人たちが一列に並んで、棒を持って立って、そして号令とともに一斉に線を引き、そして石をどかけたという、まあ、従来の説を信じますか？あなたなら、そんな無意味なことをしますか？それはわかりませんが、ともかくも林博士の説は、従来の説とは全く違うということです。比較してみてください。皆さん自身の目で確認してみてください。左が USA のブライス・インタグリオスです。そこで私も実験をしてみました。黒っぽい板の上にですね、砂糖、黒砂糖をまんべんなく巻きます。まあ、結構このまんべんなく巻くという作業は大変ですね。まあ、ナスカ高原にはですね、赤っぽい小石がまんべんなく巻かれていたということになっています。そしてこの黒砂糖の上からですね、スプレーで線を引いてみます。まあ、スプレーを吹きかけてですね、そして線を引いています。そうするとやっぱりこう、同じように描けるということですね。まあ、技術的には大変稚拙ですけども、原理的には、まあ、うまく描けるということですね。そして、まあ、小石と言いますか、黒砂糖がですね、周囲に飛び散っていくのがわかります。そして、その
まあ、地肌と言いますかね、それが見えてくるということです。で、白黒を反転してみるとですね、まあ、ナスカ高原のラインピクチャー、あるいはですね、ラインと同じような、まあ、雰囲気になるということですね。右がナスカ高原のラインです。左が、私が実験してみたラインです。もっとも右の方はですね、細いラインのようですね。そして、まあ、人間の手が後に加えられているように感じます。が、右のライン、この、まあ、先ほどお見せしましたコンドルですけども、こうして比較していますと、大変よく似ているということですね。つまり、圧搾空気、スプレー方式で書かれたという林博士の説は、こんなところから生まれました。圧搾空気、あるいはスプレー方式で書かれたということになりますと、一筆書きで書かれている理由がわかると思います。一筆書きというのはですね、一本の線だけで絵を描くという方式です。まあ、連続した一本の線でですね、絵を描くということです。まあ、ナスカの地上絵の方式と同じです。まあ、それを簡単に説明してみました。これが一筆書きです。では、なぜ一筆書きなのかというとですね、いわゆる圧搾空気、スプレーを使って描いたからだということになります。で、今お見せしました雲ですね。そして、これがナスカのラインです。で、このラインをですね、スプレー、もしくは、まあ、もっと大掛かりなね、圧搾空気のようなものであったかもしれませんけども、こうして表面のですね、赤っぽい小石を溶かして絵を描いたというわけです。で、スプレーを使いますとね、どうしても一筆書きになりやすいと言いますか、一筆書きにで書くと楽なんですね。で、もう一度この、ナスカの地上絵がどのように描いて書かれたかという、林博士の理論を見ていただきたいと思います。硬い岩盤の上にですね、小石をばらまき、そして上から、まあ、浅く空気、もしくは、スプレーのようなものを吹き付けてラインを描いていった。という方式ですね。この方式ですと、途中途中で、まあ、その、圧搾空気、あるいはスプレーを止めるっていうことが、まあ、経験的に大変なんですね。ですから、ナスカの地上絵は、一筆書きで描かれているということになります。まあ、そんなこと言うと、いや、止められる。っていうふうにお考えになる人がいらっしゃるかもしれませんけども、実はですね、人間がこの方式で絵を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、まあ、スプレーを使った、まあ、スプレー芸術ということなんでしょうか。あるいは現在ではストリートアーティストたちがですね、この方式で絵を描いています。つまり、スプレーで絵を描くとですね、どうしても一筆書きになりやすいということです。理由が特にあるわけではありませんけども、経験的にそれが分かっています。まあ、これがストリートアーティストたちによって書かれたグラフィティですけども、ほとんどが一筆書きって言いますか、部分的にってことにもなるかもしれませんけども、一筆書きが多用されています。つまりその方が書きやすいからです。なぜスプレーを使った絵が一筆書きになりやすいかということはですね、こうしたストリートアーティストたちにその理由を聞いてみればわかるのではないでしょうか。筆を使った、あるいはそうした類のね、方式で描いた絵ではないということです。このストリートアーティストなら、なぜスプレーを使った絵が一筆書きになりやすいかという理由を皆さんに説明してくれるものと私、林博士は信じています。ナスカの地上絵は、一筆書き、スプレーを使った一筆書きによって描かれているということです。まあ、スプレーというよりもね、スプレー方式を使った一筆書きで描かれているということです。